今日はすいません、僕は申し訳ないです。なんか偉そうなこと言えるような脱毛ってないですが、そんなことないです。何かあれば、はい、ぜひ。はい、今年1年のパーフェクトのツアーの、はい、を振り返って、うん、まあ、一言か、まあ、一言言うと最悪ですね。やっぱり今までやってきた中で一番悪い結果でもあります。1年2017はすごく良かったよ。まあまあそうですね、うん、まあ、人生いろいろあるけどまあまあまあ、でもちょっと自分でまずそのとこ関係なく自分の切り替えがこう1年できなかったんで、まあまあこれでやっぱちょっとこう失ったものも大きいと思うんで、自分がだからまあ来年はまあちょっとこう切り替えてやらなきゃとは思ってるさなが今日ですからねもう終わって切り替わなきゃなんないのにとは思ってるんですけど、でもまああのちょっとこういろいろ来年戦うためのちょっと準備をしながらあとやってたので申し訳ないですね。溜まってたらめちゃくちゃ入ってたんですけど、ね、言い訳させてくださいなのでね、まあまあ本当今年振り返ってあの全然自分のこの自分自身の切り替えがもうダメだったんで、それはもう本当に反省点だなと思って、まあその辺はを踏まえてちょっと来年はしっかりやってみて、はい、行きたいと思います。はい、はい、それでは他に質問なんか、精神的な、精神的なもんでね、具体的なこと言ったらね、さっきね、うん、はい、精神的なことっていうか、まあまあ今年1年振り返って精神的なもので、まあ、全然、はい、で、あのさっきあの来年に向けての準備をされてるっていうのは、はい、具体的にというかあの言える範囲で構わないんですけど、大体ですね、あのあ、ちょっとあの技術の面ではあのちょっとこう内科の、まあ、まあ今までこれが良かったっていうものをまたこうちゃんと出せれるかっていうその動作をあのちょっとまた思い出すための練習をしてるとかね、うん、でそれでもう1年間通すっていう形にしないとやっぱダメだなって今年は思ったんで、もう今年は本当にもうあこれもダメだ、あこうダメだ、これダメだってもうコロコロ変わってたんで、なんならもうあの全然こう最初投げてもダメだっていうのをチェーンが通していれば絶対どこかで感覚つかんでこう伸びしろがあった可能性が高かったのに、もう変えちゃうからもうグダグダだったんで、だからまあ来年投げるためのこの投げ方っていうのをまあ決めてで作ってでやっていきたいかな、まあまあこういうまあやってきたパターンなんで、はい、まあ、去年はそれちょっと崩しちゃったかなと、はい、の準備ですね。はい、はい、あとはあの自分特にあるんですけど、うん、こう試合とかリーグでこう外した時に、うん、前外した嫌な思いがすぐこうフラッシュバックしてしまって、はいはいはい、で腕が出なくなってしまうことが多いんです、うんうん、はい、でもし八木さんがあの同じような状況になった時とか、うん、試合中とかに調子悪くなった時とか、うん、どうやって自分を鼓舞するか、もしコツみたいなものがあったら、あ基本なんですかね、もう思いっきり投げしかないなって、まあ、絶対入れなきゃって思うよりももともと入れたいと思って行っててこう変に投げ外してるんだったら絶対入れなきゃになると逆にもっと入んないというかわけわかんなくなるとは思うんで、まあ、その辺はもう気持ち切り替えて入んなくてもいいからまあまあ楽に思いっきり振ってみて、どうせ外れるかなっていう感覚があった方がいいんじゃないかなとは思うね、うん、今日もだって自分でもこう絶対入れなきゃってなったらどうぞどうでもすっぽ抜けたりとか打ってたんで、やっぱそういう気持ちを忘れちゃダメかなとは自分で思いながら、うん、今の質問を受けてね言って言い聞かせてかな、その方がいいね、どっちみち外れると思うんですよ、悪いイメージのままバーンって言ってもう悪いと外れてて次はちゃんとって思ってしっかりと思ったとしても逆にちょっと硬くなってると思うんで、イージーにもう一個投げてみて思いっきり投げてみて、だ近かったらまた可能性が高くなるとは思うんで、うん、逆にすごく外した後にもっと集中でこうやってやってるのはダメかなと思うんで、それでも適当にこんなんで投げるのはダメだけど、ある程度この今までやってきた感じの自然な振りがいいかなと思うんで、
っぱりあの悪いイメージ出た後はもうあの入らない前提でしっかりべっきり投げてみるっていうのがいいかなと思います。はい、もう先ほども言ったんですけど、うん、あの自分の投げ方でこういろいろすぐポン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 変えちゃって、うんうん、しっくりくることもないんですけど、うんうん、ヤシさんのなんか見つけ方ってなんか悪いんですけど、動画見てても投げ方も結構変えてるのがあって、そうね、どこでこうしっくりしてこう決めてるのかなっていうのをちょっと基本、ね、基本ベースは変えてきたね。あの由来はあのやっぱこうちょっとこういろんな選手を見たりとかで感化されてそれの方が減るんじゃないかみたいな感じで、やってたんですけど、だいたいまあそれを結構まあオフシーズンだった時にこのイメージだってあったんですよね。でそのイメージのまあまあ映像を見ながら自分もちょっとこうイメージ描きながらこうでフォームを作っていった結果がそうなってるっていうことがあって、でそれをだいたい崩さなかったパターンが多かったんですけど、まあ今日に関してはもう何のイメージもなかったんで、だからまあああいう結果になったかな。だから自分の中でも、あ、この人のこういう投げ方のイメージ で、あのその人の映像を見ながらあの好きな投げ方って多分あるとは思うので、ね、国内でも海外でも、あ、この人の投げ方いいなみたいな、飛びもいいなって言ったら、まあ、まあそのイメージをの映像を見ながらそれをずっと描きながら自分ですり合わせていく。肌が見たら全然違うよって言われてもイメージができてたらやっぱ寝れやすくなるからね。うん、違わないよ別に俺のイメージはこうなんだよみたいな。でもそのイメージがしっかりしてるからやっぱりあの飛んでいくラインもしっかりしてくると思うんで、で通していけばそれは多分ね、あの 見て形は違うけど自分なりのそのいいものが出てると思うんで、うん、だからイメージ大事ですよ。はい、はい、はい、すみませんティーハローなんですけど、はい、2種出てきました、ね、うんうんうん、それと新しいの出てますよ、うん、新しいの、あ、でもあれは新しいのはプロデュースしただけなんで、あ、そうなんですか、はい、ちょっと遊び心も踏まえて、はいはい、まあまあ、うん、全然違う、うん、カットがない。実際にじゃあストレートの方を使ったりとか、ストレートの方から開発したんですよね本来は。大体なんかこう使い分けしたりとか、それであの指遊ぶ癖がやっぱストレートを作ってる段階でいい感じだったのが、自分のフォームが崩れてきた段階で、指遊びが始まっちゃって、指遊び、もうもうこう投げる瞬間にこれがもうこう、あー、ちゃう、うん、確かにこれになっちゃうから、でストレートだと余計ひどかったんでだから前の形 と同じもんで、その癖を直すっていう形で、で直ったら またそのストレートでは行こうと思ったんだけど、まあまあ直らなかったよね。だから最初は本当に作る段階でももういい感じで飛ばせるなとは思ってないけどね、まあそのストレート部分もあったしね、だからあえても太いストレートで自分が持ちやすいようにはしたいけど、だからまああのなんだっけ、適当に作ったわけじゃない。一番ベースで考えて一番あのパターンを作ってやったんだけど、まあまあ自分が崩れちゃって元も子もなくなっちゃったから、まああのもう一個の子であのずっとやり投げたっていう結果ですよね、うん、はい、グリップっていうのはもう変わったんですか、なんやろうね。でもね、グリップ変わる前に多分その前の動作の動きが多分であの違うから、だからも自分の見てくるこの入ってくる感じが違うから、うん、違う、どうしよう、あ、グリップで遊んでこうってやっちゃうって、あ、結局同じにはならないんだけど、その前の動作がもう全然崩れたんだと思うんだよね。だからそこのところをちゃんと綺麗に立て直すというか、リズムで3本持っていけれるようにまあ基本ダートは投げれてた。前の動作がもう崩れちゃうと全体的にあの全部の動きに少しずつズレが来るから、順番的に前の、そう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 、うん、まあ大げさに言えばもう何だっけ、スローラインに立つ時もこうどこに重心かけるみたいな感じでもう見て入るとか、もう入り方のパターンとかからでも
合ってる方が多分あの同じ動作の繰り返しはしやすいとは思うんですよね、うんうん、まあまあイメージ それをプラスアルファはイメージよねやっぱね、うん、何でもそうじゃないですか野球とかでも、うん、あのねこのピッチャーのように投げたいって言ったらそのピッチャーのイメージをしながらその方は練習していってで上手くなっていってでもその人とは体格とも違うから全然違うもののこうなってくるみたいなもんで最初はもうこう、あ、こういうしかないかもいいみたいな感じで、ね、で、そのイメージがものになっていった時にはしっかり入ってると思うしその人のスタイルはできてる、まあ、投げ方ができてるとは思うので、ね、うん、はい、自身で、投げてる時とはスローもそうですけど、ね、うん、何かこうコンプレックスみたいなものとか気にしてる癖みたいなものとかっていうのってありますか？自分の癖、自分の癖の一番厄介なのはね、まあまあ大きいがあったら全然問題ないんですけど足が出ちゃうんですよね。あ、うん、え、逆の足こっち、あ、こっちの足、そう、軸足なんか大きいがあったらもう全然こうなってで、ちょっとこう動く癖がある、だから気にしたとして、構えたとしても一瞬こうなって動いちゃうから、うん、大きいやったらグッて止まってしっかりできるんだけど、だからもうこれは本当ちょっとね、嫌やなと思うね、なんかまあ、本来はまあ気をつけてこうしっかりこの癖をつけておけばよかったんやけど逆に変な癖ついてたから大きいがないとダメだから僕は前大きいを持ち歩く、うん、きっとなるしつながられてるからで、ここが用事を覚えてますごめんねってでもこれは俺のだから俺の時しか外すね一回ごめんねってやるの。そうね。なんかまあまあそれは嫌やね。あ、そのくせに、うん。結構靴を変えられるのはもしかしてそういう影響もあるんですか。靴っていうかそのダーツ投げてるの靴って結構いろんなものを履かれてる。ああ、そうだよね。でもその練習してた時の良かった靴でなるべく行くようにはしてるから、ね。ああ。そう。そのなんかこう踏み込み方の感触とか体重の預け方のこの、うん、あの。感触というかね、うん、見るときは何の癖でもいけるんやけどねまあだからまあこうあの逆にこう入ってないとかはデリケートになりすぎてるっていうのが、うん、欠点かなと思ってご家族に一言お願いします今流れてるからねそうですね、じゃ あの来年はねあの心配かけないようには頑張りたいと思います、はい、あ、はい、